じゃあ、行きましょう。切磋様の戦、お見せいたす。さあ、これは野戦でしょうね。は？行くぞ。ちょっと待って、だってこれ。だって今あれだったじゃん、前に出てたじゃん。ちょっとマジよくわからん仕様が、このゲームの仕様がちょっとよくわかんない。ちょっと今バグってんな、ちょっと今仕様がちょっとわからん。どういうことですかと私は言いたい。うん、この矢倉使いたいな、ちょっと話があるけど、矢倉をちゃんと使ってくださいと。矢倉使ってね、ちゃんと使えないですか。ちょっと陣形を変えなきゃダメか。射撃に特化した感じにして、若干前に出る。あ、ついたね。でこれでちょっと武将モードに戻して、あれ、後陣に戻せないな。法人に戻したかったんだけどな。武将モードで法人に戻す。陣を変えてください。このね、陣形だと食らっちゃう可能性があるんで、ただ私はここにねピカピカマークをつけたかっただけなんで。はい、よし。しかも戦法がたまった。痛くなければ猿がよい。猿がよい。さあ、やっちゃってください。やってくれるな。あ、なんか食らってる。でもなんかやだ。え、なんで食らってんの。すげえ嫌なんだけど。あ、食らわなくなった。急に食らわなくなった。はあ、まあようわからんですね、仕様が。さあさあ、じゃあこれでやっていきましょう。まあ余裕でしょうと。女に負けて悔しくない。悔しくないのかい。悔しくないんですかみたいな。あといくつぐらい。よし、門が破壊されるまでにこれ多分倒せるでしょう。余裕ですね。余裕の戦よ。これが余裕の戦。はい、オッケー。おー、ありと。さあ、この戦はなかなかいい戦でござったと。うん。で、どうしようかな。一回帰ろうか、ひとまず。まあ多分ね、まあ、あ、でも一応いるか。ちょっとなんかこういう風にさ、あれですよ、前に出始めた部隊は戻ってこないんですよ、私の経験上では。戻ろ、多分前に出るでしょ。桂山さんはここにいる可能性全然ありますけど。あ、なんか花蔵に帰ろうとしてるよ。なんで、なんでなの。切磋が戻ろうとしたからですか。切磋が戻ろうとすると戻ろうとするの。謎仕様ですね。でも狙われてるんですよ。ちょっと待ってくれ待ってくれ、私も行くんで。ならばならば私も行くわ。これどうしようかな。二部隊編成とかで行った方がいいかな。二部隊編成で行った方がいいよね。なんか700ずつぐらい、行きたいんで。あ、これ行き過ぎか。700ぐらいに調節したいんですよね、私は。私個人としては。寝るとするか。700ぐらいに固定したいので、このセットで、あ、違う。なぜかというと、ここが法人になっていない。法人にしないと
ダメージを食らいますと。出るぞ。だこれはこれでいいとして、あとはこの部隊は一回返して、この部隊はこの部隊戦ぐらいでいいかこのね主人公補正ですよ、うん、主人公補正でいきましょう。寝るとするか。オッケー。じゃあこの3部隊で桂山さん出んのかな。桂山さんもう一回出ます。これ出る気満々ですか。いざ戦場へ。出た、出ました。ご命令を。先月の終始です。報告いたします。ちょっと待ってくれよ、また前に出ようとしてんじゃん。もう付き合いきれんぞ本当に。どうしましょうか。はい、じゃあまた内政してきますので少々お待ちください。ちょっともう本当にすげえムカつく。一回戻ったと思ったら前に出るみたいなね。みんな来たから前に出ますみたいな本当にちょっとずつ盲信型ですね。はい、じゃあちょっとまた内政付き合うので少々お待ちください。あー疲れる上司だ。はい、じゃあやっていきましょう。皆さん先週言ったの覚えてますか。私が何をするでしょうと言ったと思いますが、はい、掛川城ボーンもうねここに集められたらね、もうここで防衛戦なんかしたくないんですよ私は。もう本当にもう嫌だ。もう全部諏訪原城に来てくれと。はいもう最初にね私のオブトラマサ編を見てくれいただければわかるんですけど、ここのね諏訪原城がもうすごすぎて、うんね、もっと回収したいんですけどね、今回収する余裕がないっていうのが正直なところでございますと。はい、であと提案でちょっと加増をねさせていただきたいかなと。はい、小山城をもらいましょうと。うん、さあこれでいいでしょうという感じですね。このタイミングで小山城をもらうのはどうかと思うんですけどね。受刑にぐらいこっちに持ってきたかったんですけど、うん、もうここにね出ちゃったんでね、もうしょうがないかなみたいな。はいこの間にね小山城を狙われたらどうしようかなみたいな。まあそれはないでしょう、さすがにね。それはないと信じたい。よし、まあ、その前に諏訪原城来ますよね多分。うん、小山城の前に来ます。はい、うん、ちょっとしつこいですけどそういう言い方をしましたちょっとでもこれ前出てんだよな。でもさっきみたいにもしかしたらね、城攻めになるかもしんないんで、我々もねこの江尻という場所を向かいましょう。それでちょっと戦になるのかどうかちょっと見て見極めましょう。ちょっとはい、じゃあこんな感じですね。うん、もうねボーンにね労力全部使っちゃったんで 8使うんであれじゃあやってまいりましょうか。うん、ああ早く桂山さんが欲しい。ここにいなければね桂山さんがもう手元に来るはずなんですけど、ほらまた戦してらっしゃる、戦してらっしゃる。江尻に向かう。ただまだ戦になっていない。戦になった瞬間やりますから。ああ一発食らっちゃった、食らっちゃった。まだならない。これピカピカ光ったなんですよね。ピカピカ光ってくれ早く。加勢いたしますぞ。あ、こっち側で戦になった。大元節祭は戦しないどういうことだ。こっちへなったのか。はい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 、まあ分かりましたよと。はい、じゃあ戦してまいりますので少々お待ちください。はい、じゃあやっていきましょう。なぜか正成さんの方がね、串間正成さんの方が戦になってますが、
これ白攻めだろ、ほらほらほら、進め。なぜかこうなる。で、どういう布陣で行こうとしてんだこれ。こっち行った方がいいっすよね。こっち行った方がいいんだよね。あ、大元節祭がすぐ来た、すぐ来た、すぐ来たが入る場所がない入る場所がない。こっちから入るしかない、こっちから入るしかないな。あー、来たよ、来ましたよ、こっちから参りましょう。こっちから来ましたよと。うん、ついてますね。じゃあこれでいいでしょうと。食らってないよね、こっちはね。うん、いい感じかな。うわー、こっち2000もあんのか。大元節祭の敵が城内に侵入しました。うわー、どうしようか。これどうする、ご当主様。ちょっと節祭の動向をちょっとここら辺にしとこうか。うわー、なんか使われてますけど、ちょっと見なかったことにしましょう。あー、戻った、戻る、戻るのであればちょっとこっち様子見ながら。あ、これ前方溜まりましたね。さあ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 、力不足ですよ。行くぞ。さあ、入った。何、お前来んのこっちに。お前はこっち来んのか、なんてやつ。これやっぱ攻撃されるのかな、もしかして。私は攻撃されるパターンですか。こんな日もある。うわー、怖っ、怖っ、この戦。ちょっと待ってくれ。では参りましょう。ああ、無視してくれたかな、無視してくれたっぽいな。ありがてえ、ありがてえ無視してくれた。よし、じゃあこっちから行きましょう。こうやってこっちはまだ縄文大丈夫だよね。うん、で、こっちは黒人衆が守ってくれる。節祭さんがね、結構ダメージ食らったのが痛かったですけどね。やばいな、これ。縄文が、もうちょっとで溶ける。溶けるな、溶けるな。おー、トラ発動。よし、ちょっと、もう無理なんで逃げましょう。逃げましょうという感じですね。縄文が破壊されました。さあ逃げますよと。皆さん逃げましょう。お、こっちでみんな戦っている。おお、吉谷さん分かってるじゃないですか、そこ攻撃した方がいいんですよ。うん、よく分かってらっしゃる。どうしようか。さあこっちはこっちで、さーてこっちはこっちで横から攻撃いたしましょうという感じですね。じゃあこれ武将モードで、これは砲陣の方がいいかな。うん、砲陣にしてこっち。なんでこっち行かないの。よし、じゃあまた。女に負けて悔しくないのが、これ多分同じ効果なんだよな、ほとんどね。多分そんな気がするんですよ。使ってみましょうか。でも我らには勝てぬぞ。うん、動きを封じるだけですよね。他はなんか変わらない気がしてきた。動かないで、頼むから動かないでくれ。頼むから動かないでくださいと。こっちから横槍を入れてくださいと。これダメな仕様なのかな、ここにいたら。
これダメな仕様なんですかね。絶対ここにいてくれない。絶対ここにいてくれない。なぜか。はあ。これで決まりだ。五色の備えで。絶対ここにいてね。絶対いないと思うけど。いや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 、もう頼むからいてくださいよ、こっちに。もう終わるか。でも敵が城内に侵入しました。ちょっと待て、こっちは終わったんだぞ。こっちは終わったんだぞ。そっちはなんとかしてくれ。あ、終わるかな、向こうも。さあ、終わりましたね。オッケー。これで北条家をね、なんとかしたということかな。うん、かなりカツカツになりましたけどね。あー、起乗するぞ。一息かなという感じですね。来ないよね。てか、なんでここに誰も入れないんだ。うわー、完全にこれ、あ、ここにでもいるね、北条が。ちょっとだけ牽制してますみたいなふりをしている。まあ我々は変わりましょうという感じですね。はい、さてさてと。さあ帰りましょう。なんで前に行こうとする。またもう帰っていいのよ。うん、帰っていいです。はい、帰りましょう。で、私はね、宇治千佳さんをねもらいたいんで、普通に宇治千佳さんをもらいたい。うん、まあそんな感じですね。お、なんか娘が来たぞ。しかもまあまあ強いんじゃないか、これ。まあまあですね。まあまあじゃん。76、65。おお、ちょっと顔ぐら変えてきますね。ちょっと今この今のあの内政中に。はい、じゃあちょっとまた内政していきますので少々お待ちください。でその前ちょっとだけここを見ていいですか。はい、ここ逃げる、戻るんだ。あー、ここ防衛しないんだ。じゃあ里見が一つ増えるってことですね。うん、で森山城も取ると。うん、うわー、完全に戦国時代。いいね、素晴らしい。じゃあちょっと内政してきますので少々お待ちください。